プリングルズ。プリングルズは、P&G によって開発されたジャガイモ及び、小麦でできた成型ポテトチップスの商標である。世界140カ国以上で販売され、年間10億 US ドル以上を売り上げている。P&G の食品事業撤退による売却に伴い、2012年以降は、ケロックが商標権を所有している。 プリングルズの名称の由来にはいくつかの説があり、一つは、ジャガイモを処理するための方法と装置、メソッドアプラタスホープロセッシングポテトスという、アメリカ特許1937年3月5日に取得したマークプリングルにちなむもので、特許は脱水加工されたポテトの味を改良するために引用された。他には、P&G の二人の営業担当者が、 シンシナティのプリングル通りに居住していたことにちなむ、ものでプリングルズ公式サイトの記載を以下に引用する。商品名がプリングルズと発音、表記される場合があるが、日本ケロックによる日本向け製品の正式、商品名はプリングルズと濁る。コルドンベール株式会社が、米国より輸入しやマヤ等が販売する海外向けパッケージは、同輸入元により、 プリングルスの日本語ラベルが重複されている。プリングルズブランドのポテトチップスは、1968年10月にアメリカで発売され、1970年代半ばには世界的に流通するようになっていた。1967年の発売当初は、プリングル S ニューファングルドポテトチップスの商品名で売り出されたが、翌年現在の商品名に改められている。 プリングルズのテレビコマーシャルはトーマス・スコット・キャダンによって1968年に制作された。現在ヨーロッパ、ニュージーランド、南米、イスラエルなど世界各国で売られており日本でも人気である。様々な種類の味で販売されているが地域限定のものがあることもよく知られている。日本でも輸入雑貨店などでアメリカ版が販売されている。 2011年4月、P&G 社はアメリカカリフォルニアの社への23億5000万ドルでの事業売却に同意し、これによりダイヤモンド社のスナック事業規模は3倍以上になるとされた。しかし2012年2月15日に買収交渉は打ち切られたことが発表され、同日ケロック社が26億9500万ドルで事業を買収すると発表した。 日本では1994年から正規販売が始まり、日本国内における独占販売契約を、プロクターギャンブルジャパン、P&G ジャパンと締結している明治が販売、総代理店となっていた蒸気売却により、2013年1月から、ケロック社の日本法人である日本ケロックと森永製菓が販売総代理店となっている。日本の CM ではかつて、 開けたら最後、You can't stop というキャッチフレーズが使われていた。また、当初は他の CM と同様に CM 最後に P&G ロゴを表示していたが P&G フーズとして示した場合もあった。2001年以降は非表示となった。アジア向けには中国とマレーシアで外部企業に委託して生産を行っていたが2015年には ケロックがマレーシアに新工場を建設、アジア向けの大きさとフレーバーでプリングルズの生産開始した。イスラム教のハラールにのっとってラードやポークエキスなどを使わず製造は行われている。日本仕様は2015年8月より米国ジャクソン工場生産品からマレーシア産の商品に切り得られた。プリングルズは世界の各地域で限定フレーバーを発売しており、 北、アメリカではパスタ用ソースを添えたモッツァレラスティック、ラテンアメリカではハラペーニョ味を発売した。プリングルズのパッケージは従来袋詰めだったチップスを均一に積み重ねるために、1966年にアメリカの有機科学者が設計し、1970年に特許を取得した。バウアーはこのパッケージに誇りを持っており、2008年に彼が死去した際には、 遺言によって遺体の一部がプリングルズの筒に入れられて葬られた。パッケージは内側にアルミをライニングした紙の筒と金属製の底、プラスチック製のキャップで構成される。環境問題に関心のある消費者からは分別廃棄に適したパッケージではないため困惑や不満の声が上がることもある。イギリスリサイクル協会のサイモン・イエリン CEO は2017年に 行われたインタビュー上で、金属、紙、プラスチックの分離が困難なプリングルズのパッケージは、環境を考えると悪夢だと語っている。プリングルズの広報は、当パッケージには鮮度を保ち汚染を防ぐ機能があり、新鮮なチップスを提供することで食品の無駄を最小限にしていると述べている。また、日本ケロックは、リサイクルのための分解方法や、 物入れなどの再利用法を提案している。イギリスでは低所得者救済のため、生活必需品の消費税率を低く、嗜好品の税率を高くする軽減税率の政策を取っている。プリングルズは嗜好品にあたるポテトスナックとして17.5%の課税対象商品とされていたが、米 P&G 社は、ジャガイモの使用量が50%以下であること。 当局の定めるポテトスナックの基準が、ポテトチップ、ポテトスティックなど、ポテトや、ジャガイモ粉、ジャガイモのデンプンを原料とした、菓子類であるなどを理由にポテトチップスでない、試行品ではないと主張して争った。2008年7月の1審では、栄光等裁判所が、P、P&G 側の主張を認める判決を下したが、2009年5月の2審で、A 高素院が、逆転判決を下し、 P&G は配送。プリングルズはポテトスナックに分類され、課税対象となることで決着した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。